最近のジョーです。前回のハッピーセットリカちゃん第1弾の動画見てくれたかな。なんとご覧の通り第1弾は全種類ゲット。ってことで今回はこれ、ハッピーセットリカちゃん第2弾で遊んでいくよ。第2弾も全4種類、そして第2弾で登場秘密のおもちゃもあるみたいだね。どんなリカちゃんに出会えるか楽しみだな。ってことでハッピーセットリカちゃん第2弾スタート。あ、間違った。じゃあ早速開けていくんだけど、さっきも言った通りハッピーセットリカちゃん第2弾は 1,2,3,4 種類と秘密のおもちゃの全5種類。ってことで今回は 1,2,3,4,5 全部で5セット買ってきました。今回も1回で全種類集められるといいな。ということで1袋目開けていくよ。出ました。1つ目はティアラプリンセスリカちゃん。うわーかわいい。見てよ、ドレスも素敵だね。あ、リカちゃんのイニシャルの L が模様になっているよ。へえ、かわいいな。後ろの方はこんな感じ。ティアラも素敵だね。っていうことで1つ目はティアラプリンセスリカちゃんでした。さあ次は誰が登場するかな。2袋目開けていくよ。はい、2つ目はウェディングプリンセスリカちゃん。わあ、ウェディングプリンセスリカちゃんもかわいいな。リボンとバラのドレス素敵だよね。かわいい。で、後ろの方はこんな感じ。ウェディングドレスって素敵だよね。ジョーの娘もいつかウェディングドレスを着て。なんだか涙が。ダメだ、考えるのやめよう。はい、気を取り直して2袋目はウェディングプリンセスリカちゃんでした。はい、次は3袋目。今のところ被ってないね。3袋目何が出るか楽しみだな。ということで開けていくよ。あ、よし、3袋目はミュージカルプリンセスリカちゃん。やった、かぶってない。見て、ミュージカルプリンセスリカちゃんもドレスが素敵だよ。音符のマークがかわいいね。あ、ここ鍵盤になってる、かわいい。大きなリボンもいい感じだよね。で、後ろの方はこんな感じ。なんとなくコンプリートできそうな気がする。ってことで3つ目はミュージカルプリンセスリカちゃんでした。次は4袋目。次で被んなかったらこれコンプリートの可能性あるよね。よし、運命の4袋目開けていくよ。はい、ということで4袋目はメルヘンプリンセスリカちゃん。メルヘンプリンセスリカちゃんゲット。ジョーはね、ラインナップ見てた時からこのメルヘンプリンセスリカちゃんが一番可愛いなって思ってたんだよね。だってほら、アリスみたいで可愛くない？これは多分ジョーの娘も好きなパターンだと思うんだよね。取り合いになりそう。で、後ろはこんな感じって、もしかして、第2弾コンプリートだ。やったー。っていうことは残りはこれか。秘密のおもちゃ、どんなリカちゃんなんだろう。ゲットしたいな。
プラレールの方の秘密のおもちゃもね、もうなかなかゲットできなくて、もう何セット食べたこと。あ、ということで、4袋目は、メルヘンプリンセスリカちゃんでした。次で最後だね。秘密のおもちゃ、ゲットできるといいな。ってことで、ラスト、5袋目、開けていくよ。まさか、これは、これって、もしかして、ティアラプリンセスリカちゃん、かぶったー！秘密のおもちゃ、ゲットならず、コンプリートできなかったかー。ティアラプリンセスリカちゃん、かぶっちゃったけど、まあ、かわいいからいっか。っていうことで、ラストは、ティアラプリンセスリカちゃんでした。じゃあ今回ゲットできたリカちゃんをもう一度呼んでみましょう。まずはこのリカちゃんから登場だ。ティアラプリンセスリカちゃん、さあ次に登場するのはウェディングプリンセスリカちゃん。次はどのリカちゃんかな。ミュージカルプリンセスリカちゃん。最後に登場するのはこのリカちゃんだ。メルヘンプリンセスリカちゃん。以上全4種類、ハッピーセットリカちゃん第2弾もコンプリートだ。いやー、秘密のリカちゃん、ゲットできなかったのは悔しいけど。だって見てこれ。第2弾のリカちゃん、一発でコンプリート。第1弾に続いて、第2弾まで一発でコンプリートできるなんてラッキーだよね。でも、秘密のおもちゃ、気になるよねー。ってことで今回も、秘密のリカちゃん、ゲットできるまで、ハッピーセット、いっぱい食べます。あ、プラレールの方もね、秘密のおもちゃ、まだゲットできてないんだよね。よーし。第3弾終了までに絶対全部ゲットするぞ。今回登場したハッピーセットリカちゃんの他にも、かっこいい動画、かわいい動画、親子で楽しめる動画などたくさん配信しているので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。バイバイキーン。Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。